風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才の目次第。映画バクトの看板しょって、歩いてみせます、キネマの天地。そう、奴の名は、男のための情報マガジン、ジャンゴプレゼンツ、ザ・シネマハスラー。The Cinema Hustler. Motherfucking Hustler.時刻は10時1分になったところ、東京赤坂 TBS ラジオから生放送でお送りしているライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからの時間は毎週サイコロで見に行く映画を決め、映画って何らかの形でドラマを描いたりするものだと思っていたけど、どうやらそうでもない映画がこの世に存在するらしい。ドラマを描かない実験映画的な、とまだまだ衝撃の映画体験が続く映画評論コーナー、ザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、ルーキーズ卒業。さようなら、また会える日まで。ほらほら、なんでサブ笑ってんの？ 笑うとこじゃないよ。TBS テレビの大ヒットドラマ映画化です。 TBS 乱闘騒ぎを起こし出場停止になった野球部の部員たちを一人の熱血教師が再び野球させようと奔走すると、主演はドラマ版と同じく佐藤隆太、生徒役には市原隼人、小出圭介、城田優、中尾明慶らドラマ版のメンバーが名を連ねるということで、もうね、 TBS テレビ一時期あれだもんね、もうほんとつけるとうっかり6チャンネル回すとさようならって、もうなんていうの、当たんない方が難しいぐらいの感じの時ありましたよね。大したもんだ。なんだけどね、でヒットしてるんですよ映画の方も。だからそのさっきのコナンがアニメの方のナンバーワンヒットだったら、これがおそらく今のところね、実写映画としては1位なんでしょうね、多分ね、ぶっちぎりなんですね。というさ、でね、なんですけど僕は本当ね、ちょっと皆さんを皮と張りにね、叱りたいですよ。何やってんだと。皮と張りに言うなら、間違いと失敗は我々が前進するための訓練であるですよ。何言ってるかと思うでしょ。いやだから、ルーキーズだからって今週は行かなくていいやみたいな、そういうお前らの少年を叩き直してやりたい。メールが少ない。あのね、こういうあるん、あのさ、なんだろう、こういうのあんじゃん、その地雷でしょみたいな、最初から地雷でしょみたいな、最初から行かないみたいな、いやいいのよいいのよ、なんだけどさ、そんなの見てみなきゃわかんねえじゃん、いいかもしんねえじゃん、それはまあ俺のを聞いてからみたいな意見もあるかもしんないけど、でね、まあ少ない中から拾ってみ、でもね、とはいえ書いて送ってくださった方は結構きっちりこうご自分の意見書いてくださった方が多いです。ですね、マージナルマージンさん、神奈川県25歳男、僕の見た劇場では客席に奥様方が比較的多くいらしたのですが、劇中繰り返されるアジテーションのごとき怒鳴り芝居に次第に場内のテンションもヒートアップしていき、ラスト爆音でグリーンの曲かっこほぼワンループ構造が流れる中、トランス状態に達した奥様たちが号泣する姿を見て、なんか自分は怖い場所に混じり込んでしまったような感覚を覚えました。ただ平塚役の、キリア健太さん、ね、みんな大好きキリア健太さんの演技には何度か爆笑させられましたと、クローズゼロなんかでは全然違った役でも公演しているし良い役者さんだなと思いましたと、みんなキリア健太さん好きですね、僕も大ファンです。44歳中野区在住ラッパー志望スターリングエレファントさん、この方すごい丁寧にね、ぎちっと意見書いていただけますが、ちょっと抜粋しますとね、ダメなコントの連発と怒号が飛び交うだけでドラマもアクションもサスペンスも何一つ存在しませんでした。まずワンカットたりともまともな野球シーンがない、構成も前半40分をかけて怪我したキャプテン小出圭介のリハビリと締まらない練習シーンが延々カットバックされるだけ、チームが整い地区大会へ、ここで各キャラの性格や競技における特徴や癖などを的確に描写紹介しつつ、伏線など張りながら試合を積み重ねていくのか、そこに時間をかけるのだなと期待していると、ツルツルと勝ち進むだけ。このニコガクというチームが作品世界の中でどういうポジションにあり、どういう性格のものなのか、それが全く描かれないので共感しようもありません。各部位もしっかりと。でね、ちょっと省略しますけど、私も世代的に、
一元さんお断りのテレビ再編集版機動戦士ガンダム劇場版のね、いや、伝説巨人イデオンを、をそそ、として見に行った口ではあると、それらが、映画史に残る傑作だとか興行的に特大ヒットしたとかは言えないが、一応映画としてのクオリティは保っていたし、今の世代へとつながっていくクリエイティブな部分はあったと思います。だけどこの役映画についてはただ一瞬の興行的成功はあっても時代に何も残らないんじゃないかというような意見をいただきました。あとね、これが面白い、京都府小林さん、私は学生時代に地方大会で高校野球のウグイス嬢をしていたのですが、ああいうとんでも展開な試合は実際にもあるので笑って見てしまいました。あとちょっとというところで市原海太くんね、あ、アニヤが主人公がね、信号というかピッチャーですよ、市原くんが泣くじゃないですか。ああいう子結構います。ここぞっていうところで泣いちゃって試合が進まない子結構いるんだ。あと五十嵐くんが空振りでバットにボールを当ててヒットにするようなのも実際見たことあります。だってやっぱ高校野球ってそういうね。でもまあね、運営側としては二子学の遅延行為は許せないっすね要するに間が長いね、怒鳴りが長い、怒鳴りと泣きが長い。ドラマでもそうだったけど、何回試合止めるのって感じ。通常タイムの数は、これ高校野球の場合でしょうけど、数は9回までの試合なら2回と決まっていますというようなね、これ面白いですね、ウグイス嬢の意見。さあということでね、今日いいですか、覚悟してください、長いっすよ。ちょっと短めに行くべきなのかな。あ、そう、あとちなみにすいません、シネマ柱始める前に前回の訂正していい、ごめんなさい、前回チョコレートファイターの途中で俺、あのキルビルの例え出た時に、あの亡くなった俳優でキース・キャラダインって言っちゃいましたけど、もちろんデビッド・キャラダインさんです。間違えました。あのついこの間、あの北国の帝王を見直していたもので間違えてしまいました。はい、デビッド・キャラダインさんです。はい、ルーキーズなんですけどね、僕ね、ちょっとまあ今まで不勉強だったんで、この機会にということで、あの原作の漫画コミックの方を初めて読破したんです。で原作の漫画はね、いや、あの面白かったっす。すげえ面白かったっす。まあ、なんていうのかな、過去の様々なスポコンもののね、サンプリングというかリバイバルというか、あのだからなんていうかな、全く新しい何かではないけど、すごくちゃんと手堅く、あのいろんな要素が積み重ねられてて、そのサンプリング要素で言えば、だからね、まあ、巨人の星的な、そういう血染めボール的なねのもあるし、まあ、さっき言った平塚っていうね、この桐谷健太さんが演じるキャラクターもろにドカベンの岩木だしとかさ、まあもちろんあのスクールウォーズ的なね、スクールウォーズを連想される方も多いでしょうし、でやっぱそのメインの物語であるところの、要はすごく僕なりの要約の仕方をすれば、なんかこういろんなきっかけで自己評価が低くなっちゃった若者たち、ゆえに自己評価が低いがゆえに、まあぐれてふてくされていた若者たちが、まあ目標を見つけることで、なんていうかな、人生に尊厳を取り戻していく話ですよね、という物語だと。でなんだけど、その過程でともすればやっぱり若いですし、まあ不良でいろんなその誘惑だとか精神の弱さがあって揺らいでしまう、そういう危うさで、その危うさをどうしていくということが、このドラマの、まあ、推進力になっていると。ドラマというか原作のストーリーね、メインの骨幹のストーリーの推進力になっている。でその意味でも本当にいい話だなと思って普通に面白く読みました。でそれをドラマ化したテレビドラマ版、まあ今回の劇場版につながっている方ですね、もですね、まあその原作を踏まえている部分に関して言えば、なるほどというか、特にキャスティングは、なるほどなるほどっていう感じしますね。まあ、佐藤隆太さんが演じるその川藤っていう教師ですね、もうそのスクールウォーズで言えばあれですよ、山下真司ですよ。なんだけど、山下真司がなんていうの、単なるアホパワーみたいな感じなのに対して、なんていうんですかね、ほとんど狂気に近い善意っていうんですかね、今僕はだからあれですよね、やっぱサトルくんですよね、サトルくんですよね、あいつあいつ、ほとんど狂気も近い善意のなんかこう持ち主っていう意味で、川藤というキャラクターを佐藤隆太、ハマってんじゃん、要は頭のおかしい人にちゃんと見えますっていう頭おかしいですあんたっていう、まあ、ちょっとやりすぎ感もあるけど、すごく本人がやりたがってた役ってだけあって、僕ハマってると思います。あとその生徒たち、まあ言ってみれば、おなじみのヤンキー役者陣ね、もう僕ら大好きな、もう僕ら大ファンのヤンキー役者陣、すごいいいですね。もうさっきから名前何度も出てますけど、桐谷健太さん、非常にいいですよ。まあ、岩木的な役割ちゃんとやってます。ちょっと竹中直人さん的な存在感になってきましたよね、出てくるだけで笑うっていうね。まあその平塚っていうキャラクターはね、床に布団敷いて寝てたという意味でね、まあ先週はそれのオマージュですよ、嘘ですあとまあみんな大好き高岡壮介さんね、いいですね、なかなかいいかと。市原隼人さんもまあアニヤっていうキャラクターにしてはちょっと
最初なんていうかな、見た目が熱血感すぎるかな。アニヤはもうちょっとやる気なさそうでもいいけど、でもやっぱすごいいいし、あとなんだ城田優さんとかね、あの巨漢ぶりとかがちゃんと生きてるし、ああなるほどなるほどって感じしますよ。ただまあそのテレビドラマ版ね、まあ、今回の劇場版ともつながってるんですが、確かにその原作同様のセリフとか展開とかはあるんですが、まあ少々演出とかがちょっとこうなんだろう、センチメンタルに流れすぎな気もしますね。なんていうのかな、原作コミックのそのバランス感覚みたいなのがあって、なんていうかな、不良というか男の子ゆえの照れみたいのが、例えばすごくこう甘めのセンチメンタルにシーン的に流れそうになると、その不良の照れで外しのギャグみたいなのが入って、そういうバランスがこの原作のすごくこう嫌味じゃないところになってたりするんですけど、それがやっぱね、テレビドラマとして人気取ろうとするとっていうことなんでしょうけど、もうぐい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 センチメンタルな、甘い、桐谷さんね、ごめんなさい、桐谷健太さん、失礼しました、何度も連発して、桐谷健太さん、日常会話でキリアキリア言ってたから桐谷健太さんでした、失礼しました。ごめんなさい、話戻しますね。あの原作コミックだと、その泣いたり怒鳴ったりっていう、そういうウェットな表現に行ききらない、そのバランス感覚が原作いいかったりするんですけど、ドラマはねちょっとそのセンチメンタルにドゥイグイ流れてくる、特に中盤に行くにつれそうなってくるんですけど、まあまあまあ、でもね、原作ドラマそこまでの流れはいいんですよ。まあいいよ、ここから先はいいですか、皆さん。だ原作ファン、テレビドラマファンの方、あくまで、今回の劇場版の話をしますからね。いいですか、これから私が何を言おうとですよ。原作は面白かったって言いましたからね。今回の劇場版。ですね、まあ、話としては、原作中盤に出てくるエピソード、主に2つのエピソードですね。2人の新入生が、ちょっと生意気なというか、新入生が、二人の新入生がそれぞれに心を開いていくというエピソードと、笹崎高校というのがありまして、対笹崎高校戦という、前作中盤に出てくるエピソードで、テレビドラマではカットされていたエピソードを、甲子園出場直前という部分に持ってきたオリジナルストーリーということですね。なんだけどね、先ほど申し上げたようなこの物語の根幹となる部分、つまり、自己評価のすごく低かった若者たち、故に自暴自棄になっていた若者たちが、目的意識を、持たされることによって人生に尊厳を取り戻していく、というお話。そしてそれがともすれば若さゆえ、そして精神の弱さゆえ揺らぎがちなんだけど、なんとか持ち直していくというドラマの推進力、という推進力を持つお話ね、はテレビドラマシリーズの時点でまあ終わっているわけで、つまり主人公たちはドラマ的に言えばですよ、もう十分成長しきってしまっている状態なわけですよ。例えば仲間同士の信頼であるとか、先生への尊敬であるとか、あるいはその夢に向かう情熱であるとか、そういう部分に関して全て揺らぎが全くない状態にもうすでになっちゃってる状態から話が始まるわけですね。つまり葛藤とか成長がもはや作りようがない、ドラマの作りようがない状態、つまり試合はあってもドラマがないっていう状態になっちゃうわけだから、例えば最初の方で1年後先生に感謝して卒業できるかうんぬんかんぬんみたいなのが頭の方で出てくるんですけどね、これ漫画と同じく中盤で出てくる話ならいいんですよ。でももう結構話が進んだところでこれ言われても、だってお前らもう先生に感謝してるでしょどう考えてもっていう状態だから、何の伏線にもなりようがないわけでね。一応その葛藤とかっていうところに関して言えば、途中で怪我をしちゃったとかやるんだけどさ、一応乗り越えるべき葛藤みたいの出てくるんだけど、どれもこれも全部テレビドラマシリーズでやったことの繰り返しなんですよ。つまり一度お前それクリアしてるじゃんっていう話なわけだから、それをしかも前に乗り越えたのと全く同じやり方なんですよ。なんかやり方が我慢とか、うん、だからそこには結局ドラマとかは生まれようもないし、あえて言えばその本来なら原作中盤にあった1年生の話ね、これは結構元は味わい深い話なんですよ。一人は要はなんていうのかな、とはいえ頑張りきれない人だっているよっていう人間ね、うん、そいつでその頑張っても努力がやっぱりどうしても表に出てこない、でそれを実感できなくなっちゃった時どうするっていうような人で、もう一人は、まあ、やっぱりものすごい才能がある人は、ね、この場合どうするみたいな。でもちゃんとそこにあれなんですね、原作だとすごいこの二人はすごく比重が大きいんですけど、割とね映画の中では前半で非常にあっさり解決しちゃうんですね。これは要するにもともと中盤のエピソード
中盤に置かれてたエピソードだから中盤なりのボリュームで乗っけちゃってるんだけど、今回ここのね、要するにこの新入生がどう心を開いていくかという部分以外には新たな葛藤、つまりドラマは生まれる余地はなかったはずなんですよ。ところがこれは早めに回収しちゃう。でね、じゃあこれが終わったらその先はもうその笹崎戦、野球の試合ですよ。もうそういう意味ではドラマ作りようがないから、あとは野球の試合というものそのものの文字通りゲーム性ね、そのエンターテインメント性で見せていくしかないはずなんだけど、なんだけどこれはね、テレビドラマの終盤近くでもちょっと気になっていた部分なんですがね、要するにね、試合の間中やってることっていうのは延々身内同士で怒鳴り合ったり泣き合ったり、これだから原作はここまで極端にウェットじゃないって本当しつこく言いますけどやってるわけで、さっき試合遅延だって言いましたけど、例えばね、よく言われる巨人の星の投球シーンが長い、あれは内面の描写だから長いんであって、実際の過ぎていく時間が長いわけじゃないじゃないですか。ルーキーズの試合遅延は本当に長いわけですよ。相手をその間待たしてるわけですね。でこう怒鳴ったり泣き合ったりとかしてる間ね、相手チームってぼーっと待ってるだけってこと？待たしてるよお前ら、今待たしてるよ。俺人待たすの嫌いだから、テレビドラマの終盤とかでもすげえ気になっちゃってあの待たしてんだけどひどくないって思うわけです。でもね、ここなんですよ俺が気になったとこ。一番これテレビドラマの終盤もそういう傾向が強くなってきたんだけど、そもそもこいつらが身内同士で怒鳴り合ったり泣き合ったりしてる間、相手チームは徹底して映さないんです。いないことになってる演出なんですよ。いや違う、見ないことになってる演出で、つまりね、これはこういうことです。他者とか外部とかそういう存在感が、要は二子学、この野球ね、主人公たちの野球チーム、二子学チームの内部の絆、が強まれば強まるほど他者とか外部とかの存在感がどんどん希薄になっていくという、そういう演出法を取ってるわけです。だから当然のように他者とか外部がないわけですから、当然のように、いやスポーツというね、そのまさに他者にとの駆け引きであったり他者との勝負であったりっていう、そのゲームとしての面白さみたいなのは当然のことながら出てくるわけがないわけです。背景になってしまうわけです、そんなものは。で今回の劇場版ではそれが本当に極端になってて、さらに最近のその笹崎高校の、エース川上っていうのがいますよ。これは原作ではちゃんと背景もこの川上なりの葛藤も、そしてそれをどう乗り越えていくかもちゃんと描かれる人ですけど、この映画ではあくまで記号的な優等生ライバルですね。非常に記号的な描かれ方をするエース川上という、それを一人置く、あと監督ね以外は相手チームの選手は6人顔も映さないですよ。誰がいるのかもわかんない。うん、それどころか二子学が優勝しますね。相手だってすごい優勝候補だったわけですよ。それが要するにこっちの夢が成就するということは相手の夢が潰れるってことですよ。ところがこの映画だとね、主人公たち二子学が勝った後は笹崎チーム自体全く、要するに相手チーム自体映らなくなるんです。存在しなくなるんですよ。原作ではちゃんとそこは描いているんですよ。っていうことはつまりこの映画はもうはっきり意図的に徹底した他者とか外部っていうのの無視ですね。無視っていう方向に演出が向いてるわけです。つまりね、今回の劇場版ルーキーズ卒業はそもそも普通の映画と表現しようとしているものの質が違うんです。いいですか？葛藤とか、あるいは他者ね、外部とかを乗り越えるドラマなんてものはね、むしろ不要だって言ってるんですよ。そうじゃなくて男たちのね、ね、美しい男たちのホモソーシャル的な馴れ合いの心地よさだけをね、あらかじめ共有している観客、つまりテレビドラマファン、シリーズのファンですね、だけがあの心地よさ、あの見たあのテレビシリーズやってたあの心地よさをぬくぬくと再確認できればそれでよしという、つまり一元さんお断りなんてもんじゃないんですよ。あの血縁者以外お断りっていう家族以外お断りみたいな急の排他的なね作りになってる。ところがこれは本当に画期的で、画期的な割り切りなんですよ。普通ね、テレビドラマシリーズの劇場版っつったらね、僕が今までワーストだと思い込んでいた踊る大捜査線ね、2にしろ何にしろね、一応独立した作品価値を盛り込もうと工夫や努力をしてますよ。例えばその出だしの部分ではキャラクターごとに一応一元さんにもそれと分かるように
キャラ紹介的な見せ場を一個一個入れてったりとか、そしてもう当然のことながら劇場版ならではの乗り越えられるべき事件を設定したりとかね、踊る大捜査線とか、なんかヒーローとかだってそういうことやってるわけ。それが決して出来が良くなくてもその程度の努力はしてたわけ。ところが今回もうね、はっきり言ってもそんな工夫や努力はいらない。もう始まりは別にテレビドラマの続きみたいな感じで始まりゃいいんだよ別に。あいつらが帰ってきたみたいな、そんな大行な演出いらないいらないいらない、だってみんな見てんだからっていうね。でだからその要はテレビのシリーズを見てった観客がファンがそのまま来るだけで現実に今年最大のヒットになっちゃってんだから、映画ファンなんかよりよっぽど多いんですよその方が。一部のテレビファンが来るだけで映画ファンなんか吹き飛んじゃうんだもん。ああ分かった分かったってね思ってますよ、あの各界のテレビ作りの人、あのテレビから映画を作ろうとしてる人ね。だから今後はね、あのだからむしろさあれですよ、そのテレビシリーズのファンはぬくぬくとね、あの感じだけが味わいたいんだから、新しい要素なんかない方が、おなじみのあれだけで構成されてる方がね、ファンはねいいんですよ、喜ぶんですよ、余計な雑味がなくて、こんなの私の知ってるルキじゃないってことになるわけよ。だから今後はこういう作りが増えるかもしれませんよ。はっきりと、つまりもう言います、はっきりテレビシリーズのおまけでいいやっていう作りがね増える可能性はありますね。でまあさ、だから言ってみればこれはテレビドラマを見続けてきたね、テレビドラマの方のファンにとってのご褒美なんですよね、ただ単に。だから例えば最後にですね、まあ、これ原作にない部分です、先生ね、川戸先生に一人一人がお礼を言っていくシーンがあるんですね、なんか言うね、なんか自分なりの先生と会ってなんとかかんとかなんか言う、ありがとうございました、じゃらららーらーっていうね、このパターン、なんとかかんとかっていう、ありがとうございました、じゃらららー、これの本当に文字通り繰り返しが10回行われるんですね。まあ音楽は3回か4回だけど、でも4回ですよ、全く同じ演出ね。僕ねすいません、3度目で初めて劇場でブラーって吹きました。まさかと思って、いやまさか次3回同じ演出しねえよな、3回来たブラーってね吹いちゃった。これはね、最近皆さんお笑い用語詳しいから分かるでしょう、いわゆるね天丼です、天丼ですね、天丼ギャグ効果、こう重ね同じことを繰り返すことによって笑いが倍増していくというね、天丼ギャグが重ねてるっていうね。あのね、実際のとこここね、先生の前で泣きながらぐずぐず泣きながらお礼を言う一人一人、これね僕今回原作を読んで原作は面白いと思った立場から言わせてもらうと、原作のニコガクのキャラクターがそんなことするとは思えないですね、おかしい、そこまでウェットなわけがない、あいつらが。それよりもね、これさっきセノチンさんと、それよりもこういう方がニコガクらしいんじゃないかって話してて、より良いエンディングシーンを思いついたんですけど、要は挨拶とかしないでブイッと帰っちゃったように見えるわけで、なんだあいつら、やっぱりもうどうしようもねえやつらだって思ってたら、物質に行ったらなんかその書いてあるものがありましたとか、要は最初のさ、1年経ったら先生を尊敬して卒業できるかなっていうのは、それ自体では伏線足りえないって言いましたけど、一旦そこで、あ、やっぱあいつら全然不良気分のまんまじゃねえかって一旦思わしといて、実はこうでしたって間接的に出せば、さっきの伏線足りえなかったそのセリフが伏線足りえてしまうという、こっちのがいいんですよ、間違いなく映画的にもキャラクター的にも。でもまあはっきり申し上げて、このなんとか言うなんか言って、ありがとうございましたじゃらららをこそ見に来てる人が多いでしょ。でちゃんと作ってる側もそれをそういうのが多いのを見込んでやってるわけだから、これは致し方ないね。でもうね、前編がもうある意味この調子とも言えるわけ。つまり前編は本当に演出が文字通り本当にこの言葉のためにあると思うんですけど、一本上司なんです。本当に一つのパターンしかないんです、演出が盛り上げの。なんかこう、スローになったりして、一瞬音が止まって、ドーン、カカーンみたいになって、ジャーラーラーラーっていうね、全部それなんですよね。で、まあ、その、
そういう原作のバランス感覚とかも本当に何もなくないし、そのそういうさっき言ったようにさ、もうドラマ自体が完全に終わってる中で身内のねキャッ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 キャになってるから、最後じゃあそのせっかく挨拶しました不良たちは、かつて要するに自己評価が低かった人がね、自己評価も取り戻して尊厳を取り戻した、未来は明るいっていうところなんだけど、その割にはこいつらがこの後どうなっていくのかみたいなのの展望は一切見えないんですよね。なんか土手のなんか川沿いをこう歩ってくんだけど、なんか歩ってった先はまたグラウンドなんじゃないかっていう戻ってるんじゃないかっていう思えるぐらい、だってや結局あいつら何卒業してどうなるわけっていうさ、全然なんかいい話に思えないんだけど、いいんでしょ、だから先行った先はグラウンドなんだよ、でまた1年やるんだよ、うん、でね、そのね、でもまあさ、そのみんな泣いてるしさっていうさ、でこれね、テレビドラマファンへのご褒美っていうことで言えばね、確かに分かりますよ、僕もこう置き換えれば分からないでもないっていうのは、まあ未知との遭遇があるじゃないですか、スピルバーグの未知との遭遇特別編っていうのがあるんですよね。今 DVD で出回ってるのは実は特別編じゃなくて、さらにその後のあのディレクターズカットなんですけど、特別編っていうのは要するに、あの主人公のロイっていう人が宇宙船の中に入った宇宙船の内部のシーンを見せてるんですね。で、これは公開当時から打足だ打足だって言われてたし、スピルバーグ自身があれは本当にやれって言われて無理やりやった打足だって言ってんのね。でも俺はミストの遭遇の無類のファンとしては、あのシーンはいるんだよと。それはなぜならロイはあのミストの遭遇ってのはどういう話かといえば、地球じゃ相手にされなかったけど宇宙人には歓迎されてんだよ俺はっていう話なんですよ。で、その宇宙人に歓迎されるまさにその瞬間を映すご褒美のシーンなんだと。で、だからロイに感情移入してる俺たちは、ほーらほーら見ろ地球の奴ら、俺は宇宙人にこんなに歓迎されているんだっていうことを示すご褒美のシーンなんですよ。で、置き換えればわかるんだけど、言ってみれば今回のルーキーズ卒業は、ミツオの遭遇特別編の UFO 内部のシーンから始まって終わる。で、その前のいろんな吸ったもんだは、あのテレビシリーズでやってるんでっていう、そういう例えですね。でもね、一番シンプルな例え言いましょう。これが一番わかりやすい。あのね、バカップル同士のね、のろけ合いを延々2時間何十分見せられるっていう映画ですね。うん。あの、バカップルって要するにさ、他者とか外部がもう要するに視線に入ってないわけじゃないですか。電車とかそういう公共の場でイチャイチャイチャして周りがイライラしてるのも気づかないけど、イチャ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 してる。ね。もう、ほんと私もう、たかしと付き合ってよかった。俺もだよ、俺もケムコと付き合って本当に良かったと思ってるよ、ありがとう。バカじゃん。でも本当たかし、ああ怪我しちゃった、あケムコ大丈夫、あちょっと大丈夫大丈夫よ、こんぐらいちょっと、うん、病院行く病院行く、ケムコ病院行く、大丈夫、こんぐらいちょっと舐めれば大丈夫よ。お前だけの体じゃないんだ。お前だけが痛いんじゃないんだ。俺も痛いんだよ。でも本当、最初、たかしと会った時は、本当、お前、感じ悪かったぞ。何言ってんだよ、ケメコこそ。どんだけ高慢ちきな女だって思ってたよ。え、じゃあ私のこと、もう嫌いになった、嫌いだよと言いたいところだが、大好き。こういうことです。天丼違うよ、これを2時間うん10分見せられる映画、俺は今誇張も何もしてないから、こういうテンポだしこういう話だもんね。で、だからつまりね、こういう、その、イチャイチャのね、当事者、イチャイチャしてる本人たち、もしくはその当事者気分が味わえる人ね。つまりテレビドラマシリーズ見て、もうニコ学メンバー最高ーん、もう最高ーんみたいになっているね、人はいいですよ。で、そういう人は別にさ、旗から見ててもうさ、ああ、はい、なんか、お幸せそうでいいっすねーって感じじゃないですか。でも、そうじゃない人は、俺もう帰っていいですかっていう、うん、もう好き、たかし好き、ちょっともう帰っていいですかねみたいな感じにならざるを得ないでしょ、それはさ。でね、これってテレビシリーズファンじゃなくて泣けるっていう人がいるんですかね。
そうじゃない人がいるとしたら、それはもうほんとすげえなとしか言いようがない。もうお話とかいらないってことですからね。なんとかゲーなシーンだけあれば、もう、泣きゲーなシーンがあれば、さ、下手するとさっきの、ケメコとヒタガシのやりとりで泣いてる恐れあるからね。それはねえだろ。それで、これは効率いいですよ。これもう映画、あれだよね。レッドカーペット風の映画できるね。一瞬で泣けるみたいなの可能になるわけですよ。だから、非常に効率がいいです。エコです。エコポイントです。ね。ということでね。まあね、今年いろんな映画シネマハスラーで見てきました。もっと腹が立った映画とかいっぱいありました。腹が立った見終わった後ね。ただね、本当とにかくドラマがないからつまらないという意味では、とにかくひたすら拷問のようにつまらないという意味ではね、これ今年のワースト候補ですね。つまらないという一点においては、だってドラマがないんだから。だからそういう意味ではドラマがないままドラマがある風に進む2時間何十分なわけですから、これすごい実験映画ですよね。画期的です。映画の革命ですっていうね。で、この映画の革命ぶりはむしろ、ひょっとしたらね、ルーキーズ門外観の方が、すげえ、話ねえっていう、話ねえって衝撃は、ルーキーズ門外観の方が衝撃受けやすいと思いますんで、あなた、そこの、お前、夢に、ときめけ明日にきらめけ明日ルーキーズに行け、おすすめです。あ、ここちゃあらあらあらじゃない。